おいす、こんにちは、無理です。はい、ということで今回は新キャラ確定購入枠のサンドラ、皆さん買われましたかね？こちらのキャラクターを使っていこうかなと思います。バインドスキブ3つの封印の上プラです。で、28ターンで3ターン遅延しながらの変身してくれます。76リーダーであることがかなりポイント高いかなと。で、変身するとバインド封印指プラの T 字消しですね。今回新しく実装されました。で、5色3つ浮遊持ちのガードブレイクです。で、3ターンスキルはダメージ吸収無効と全員エンハンス持ち。リーダースキルは4色以上で半減して攻撃が12倍4加算と、紙ドラゴンタイプは全パラメータ 2.3 倍という感じで、まあ、かなり強力なリーダースキルをもらってるという感じですね。今回ガチャドラと組み合わせていきます。で、ガチャドラがね、属性吸収無効と無効貫通やってくれてるので、まあその他の面を補うっていう感じですかね。なので、まあより汎用的な感じにはなるのかなっていう感じですね。まあただ、まあ今回裏千住で行くんだけども、裏千住はね、もうガチャドラ同士で結構完結しちゃってるところがあるので、まあ今後のダンジョンとか、ね、では、まあ、ダメージ吸収とかも結構欲しくなってきたりして、サンドラが活躍する、サンドラガチャドラがめちゃめちゃ強いっていう場面はあるかもしれないですねっていうところですね。うん。はい。ということでね、今回はちょっと変わった編成でやっていこうかなと思います。うん、ちょっとね、いつも左2体はいつもと同じ感じだけどもね、新しく進化したキャラクターだったりとか、ちょっとアキネみたいな変なキャラクター、変なキャラクターではないけど、ちょっと連れてきましたね。サンドラはリア遅延耐性遅延2個の上ギアステップですね。代用解説は動画の後半でやっていきます。またやり方は少し変えてますので。で、ラフィーネに関しては体力キラー振ってますけど、これドラゴンキラーの方がいいかなって思ったりしましたね。ちょっとドラゴンタイプに刺したいところがあるので、ドラゴンキラーの方がいいかもしれないです。で、上テオールですね。まあ、ドラゴンタイプ付与が必要になります。まあ、ちょっとこれデメリットなんだけど、神とドラゴンタイプの銅のコーノで、ガチャドラがドラゴンタイプとマシンタイプなので、これ被ってるところで合わせようとすると、ドラゴンタイプにしなきゃいけなくなるんですよね。ちょっとデメリットでもあるかもしれないですね。はい。そんな感じです。で、アマテラスドラゴンは HP 強化1個振って、あと遅延4つ。上はシャアつけてますね。はい。で、アキネに関しては8連ガチャドラで、雲と操作負荷耐性、追撃持ちでスキブロックで耐性を埋めてくれて、L 字持ちなんですよ。あれ、L 字もあるので、あれですね。アシスト向こうの潜在も触れたりとかします。これはね、ダメージ撃剣と、あと、ま、陣と無効貫通やってくれますよっていう枠になってますね。はい。で、今回新しく進化もらっているエレメイです。HP いっぱい盛りながら耐性持って、L 字あるのでアシスト向こうとして役立てていきます。HP も1万超えてますし、なかなかいいかなと。L 字のアシスト向こう解除と遅延2個と、上は、サギリ武器ですね。これつけてますよって感じです。で、ガチャドラの方には、遅延4つの、神キラー2つの、上は闇カーリーっていう感じですね。はい。ということで、じゃあこれやっていきましょう。はい。ということで、じゃあ実際にやっていきましょうっていうところですね。まあ、裏千住な、あの、屋長がどうのこうのって話なんですけど、最近行ってないんですけど、屋長はね、僕が嫌いなんで行ってないですね。あのダンジョン嫌いなんで、まだ裏千住の方がいいかな、みたいな。はい、まあそんな感じで。初でサギリ打って、ラフィーネ打って、アマテラスドラゴン打って、1コンボ適当に決めたら、ガチャドラを変身させていきます。で、一旦盤面素で耐えて、二ターン目にアキネ打って、激減張って耐えて、みたいな。その HP で耐えれるので、激減張る必要はないんだけども、まあ保険的な感じですね。どうせ上溜まるし、アキネ打っとかんと。で、二ターン耐えたら、サンドラを変身させて遅延打って、その後は、まあまた、1コンボしながら耐えて、で、ガチャドラとかが変身できるようになったら突破していくような感じでいいかなと思います。ラフィーネもね、ちょうど次で変身できるようにはしとってくださいね。だからある程度前職決めながら耐久が必要かな。で、二階層です。二階層はラフィーネ変身させて、まずは半分まで削っていきましょうって感じですね。はい、ラフィーネ変身の、で、色決めていきますよって感じですね。今日も京都ってね、今、朝の5時48分ですね。ちょっと寝たんですよね。カツだけ買って寝たんですよね、ダンジョンに。代用のこと考えてたら眠くなりましたね。はい。まあ、そんな感じですね。で、強制ヘイスト来るので、ここは、アキネ打って無効貫通させながら、ギアステップで全員エンハンスで取り返していきます。はい。これで、そのまま色決めて突破していきますよって感じですね。回復は決めなくても問題ないというところですね。回復決めなくていいのは結構盤面的にも楽。これ回復決めようとするとね、結構盤面最大で組まなきゃいけないからね、厳しいよね。
はい、で突破したら次3階層です。でここなんだけども、54のまんま一応ダメージ吸収の、今回無理だけど、この右が光じゃなかったらワンパンで抜けたりするんですよ、光全体攻撃とか入れたら。ただそれしてしまうとね、アキネがね溜めれないんですよ次の階層で。なので、次の階層でつうか、まあ全体的にここ含めてアキネが溜めれないので、まあ結局ね待って、属性吸収とかガチャドラとかを打ってから、もう76番面で次の階層に入る方がいいかもしれない。木のデッキがね、この濃姫階層の次に、木じゃないか、ごめん、水か、水が出るとですね回復花火されてしまうんで、そこの対策として結局アキネは用意しておきたいっていう気持ちがあるんですよね。多分ねスーパーになるかもしれなくて、なのでドラゴンキラーがいいねっていう話ですね、ラフィーネが。うん、その辺次のやつ水が出ても、ワンパンでラフィーネがドラゴンキラー振ったらワンパンできるかなみたいな感じなんで、なのでドラゴンキラー振った方がいいかもしれないのと、あとまあ対策するんであればジンスキルがね、スーパーだったら2枚欲しくなるので、ガチャドラとアキネの両方をね貯めた状態で次の階層に入りたいねと。まあ今回せっかくアキネね、雲と捜査官の対戦もつけておりますので、はい、まあこんな感じで初手は色決めて、2回目は回復追撃だけ組んでヘイストもらって、でその後に倒していくっていうムーブをしてあげれば、ちゃんとね雲と捜査官なくなりますので、まあって感じですね。そんなに気にもならない。ルーレットが一番左端に作られてない限りはなんとかなるかなみたいな。はい、まあそんな感じです。で5階層です。5階層は今回はこいつ名前知らんけど、覚醒無効解除からのリダフレバインドですね。でリダフレバインドに関しては詐欺り武器で返していきます。はい、で遅延入りますけども、そのままアキネ打ってワンパンしていきましょうって感じですね。これまあ T 字消しを含めて泥強してあげて火力が4倍と、これね絶対武器で出ると思います。今年中に武器になると思う。もうなんなら早ければ来月ぐらいには武器で出るかもしれないっていう感じですね。4倍の武器なので、まあどうかな、まあ、出るでしょ絶対出ると思うけど、10強武器とかを出してる現状で4倍の武器は出せるでしょって思うんですけど、強化ドロップにするの強すぎるんかな、どう思いますか。俺出ると思ってるけど、今年中に T10 武器は。はい、まあそんな感じで、前田刑事に関してはそのまま突破するだけですね、L 字組んで。明智に関してはアマテラスドラゴンうちは多分耐久できるんで、あいつ最後の 1カウントでも、なのでまあそれ打ってもらって耐久してから次突破でいいかなって思ってます。はい、でゼログに関してはガチャドラ対応ですね。うん、これ色決めて、で今回 あえてね泥強の数少なくしてるんですよ。つい何編成上の闇の泥強は欲しいなっていうところで、まあテオール採用って感じなんですけども、まあ火とかねいらんかったよね。火と水だから自分の色はいらないんですよ、サンドラ泥強に関しては。他の色の泥強をね補ってあげるといいかなみたいな感じですね。でここに関しましては2ターン待って、最後の1ターンでアマテラスドラゴンを打って突破してあげたらいいかなって感じです。はい、ここはね次割合来るので絶対必要になりますね。これしょうがない。はい、ということでこれで色決めて、またね T 字消ししてからのエフェクトはめちゃくちゃかっこいいエフェクトめちゃめちゃかっこいいよね、 T 字消しの。はい、で突破したら次は姫はヤマトタケルドラゴンですかね。でこいつに関してはダメージ吸収なので、まあ、サンドラの出番ですね。サンドラ打ってでそのまま突破していきますよっていう感じです。回復をつけしっかりしておけばトゲを動かしすぎても結構復帰はできるかなと思いますね。はい、じゃあこれで突破していきます。トゲ目覚めを上書くっていうさ、スキル効果だ、スキルっつうか、まあ、あの覚醒効果どっかにつきそうですけどね。 T 字消しは泥強できたのでトゲ目覚めを解除するとかじゃなかったね。うん、トゲの T でよかったんじゃない。まあいいけどさ、 L 字とかさ十字とかってさ目覚め系のギミックに対応するじゃないですか。だから T 字消しもさトゲ目覚めとかに対応するんかなとかも思ったりはしたんですけども、泥強にするっていうね、まさか斜め上の回答来ましたけどねはい、まあそれはそれで強いんですけどね。トゲ目覚めね、ちょっと今後なんか欲しいよね。スキルで上書くでももちろんいいと思うんだけども、
なんかね、覚醒とかで上書きできたらいいな、上書きつく消せたらいいなみたいな、3段階上とかなんかできたらいいなみたいな感じに思いますねっていうとこで、でももう付与する効果なくね。10コンとか色決めにはできないからな。そういうなんかちょっと特殊な組み方する覚醒に付与するしかないもんな、効果的には。かといってな、もう T 字消しにつけなかったら難しいところではある。回復十字かな。回復十字っていう新しい覚醒を生み出して、そこでトゲ目覚め解除しますよが出てきてもいいかもしれないですね。で、またミルが活躍しますよみたいな。はい。ということで、銀長はガチャドラです。覚醒モコドが来るんだったらアマドラ打ってください。で、続いて豊臣ですね。ここね、ちょっとミスってて、アキネの上が溜まってるっていう。これね、良くないんすよね。なので、ちょっと一旦、耐えれるかなみたいな。ちょっとガチャとら溜め直したいなみたいな気持ちでちょっとやったんですけど、もう絶対火力出ちゃうんですよね。これまあ、悪いところではある。火力を出さずに耐久ができない。これは多色編成のちょっと悪いところ。特にこの編成。色決めないと軽減貼れないから、色決めたら火力出るっていう事案が発生しちゃうので、ちょっとあんまり長い弾の耐久はできないと。相当敵が硬くないと。はい、っていうところでですね、もうこれしょうがなく突破してます。信長狙いです。本当は、アキネがガチャドラのスキルを必ずここが溜まった状態で突っ込まなきゃいけないです。まあ、アキネをどっかで空打ちしてあげたらよかったんかなっていうところですね。今回信長だったので助かりましたね。危ない危ない。はい、ということで信長は無効貫通って倒していきますって感じですね。今回ガチャドラが、溜まってますね。ガチャドラで8コンボ加算しながらいきます。で、ドロップ強化、目覚め上書きね。これでエレメイって打ってますよって感じですね。ここに関しても、こいつドラゴンタイプだったりするので、まあラフィーナがやっぱりドラゴンキラーの方がいいかなっていう。こういうところもね、ワンパンいかなかったので、まあドラゴンキラーやっぱり欲しくなっちゃうかなって思いましたね。うん。ちょっとやるときはドラゴンキラーの方が強いかも、ラフィーナは。で、14階層です。これ最悪ですね。水アテナ、キモいです。水アテナはもう、結構俺このダンジョンの中で嫌いな部類トップ3ぐらいに入ってくるって感じですね。無効貫通で、まあワンパンで抜ける編成だったら強いんだけども、闇半減とかもろもろあってですね、とりあえずちょっと貯めてます。これアキネのスキル貯めてます。どうせ無効貫通2回必要になると思ってるんで。これ神タイプエンハンは入ってなかった。ごめん。T 字消し、まあでも属性が悪いんかな。今回サンドラが火属性っていうのもあってですね、水属性の敵に対してはちょっと火力が、これ残念だよな。こいつの属性が水じゃなければね、多分ワンパンいけるんじゃないかなとか思ったりするんですけどね。で、ガチャドラ、あ、アキネ打つのとここで、アキネ打って突破しますよと。ガチャドラの闇半減ももらってるから、こいつね、本当にキモい。種属性水だし、闇ダメージ半減持ってるしでね、なんか潰しにかかってるもん、サンドラとガチャドラを。はい、ということで、これで突破していきますよって感じですね。他のアテナだったら、まあ、特にかなって思いますけどね。まあ、闇アテナが一発目殴ったら多分光消せなくされるので、そこは解除が必要かなぐらい。はい、ボス階層は、まずは、進化前は3回殴っていきましょうねっていう感じですね。もちろん、2パンしてもいいんだけど、2パンすると、トゲ目覚めとかね、あと、まあ、コンボ減少されたまんまコンボ吸収のところに入っていくから、あんまり好き好んでないって感じですね。もちろん、できるはできます。2パンはできます。全力で殴れば2パンいけますね。これまず一発目殴って、ガーッと削って、でまあ、これはちょっと控えてますね。ごめんなさい、これ全力で殴ってないわ。俺一発目全力で殴ってません。全力で殴ったらね、半分超えるはずですよ。なのでまあ2番いけると思ってます。でしかもラフィーネにドラゴンキラー振ってたら2番とかさらに行く確率がだいぶ高くなると思います。はい、今回は3回ちゃんときっちり削ってますよって感じですね。ギアステップとかのスキル溜まりそうだったらね、サンドラはずっと溜めとった方がいいし、シャアの武器も溜まりそうになると思うんすよ。特にお位置を引かなかった場合、そういう時はね、溜めといた方がいいですね。敵の攻撃力が5ターン目で上がってしまって、その後に発狂ってなると多分ダメージ半減じゃ受けきれないんですよ。ダメージ激減とかをしてあげないといけないので、そこでアキネだったりとかシャアの武器だったりを使ってダメージ激減で受けていく、これが必要になってきますので、まあ安定して受けるのであればダメージ激減系のスキルはもうここで用意しといた方がいいかなって感じです。で、弱化目覚めはエレメイで返してそのまま殴っていきますよって感じですね。ちょっと今回火力枠がね、まあラフィーネ一応多少ないとも火力枠にはなってくれているんですけども、ちょっと削りはそんなに、うわめっちゃ削れるやんほどではないかなみたいな。
まあ、敵が水属性なのも悪いんですけどサンダラちょっとなんか裏千住合ってないんかな敵の属性との相性が悪いもんな。はい、でもしっかりこれ T 字消し T 字消しししながらね本気で殴ってるんですけどね、21億で止まっちゃうもんでね、こっちは21億で止まるのでどうしても限界があると削りに。はい、でこれで敵の攻撃が次は上がりますね。まだ削りきれないだろう想定でダメージ激減とか何も貼ってないですけど、でここでシャアの武器を打っていきます。敵の攻撃力は上がってますね、うん、上がってないわ、ごめん上がってなかったです。この次で上がるんかな。はい、これで半分いって、ここはエンハンスだよね。うん、5ターン目の確定行動ですね。確定行動来て、まあ、ここは色変わるだけですね。色変わってくれた方がありがたいです。で、この後も削っていきますよと。で、これで 1.5 倍の半減きますんで。はい。で、これで敵の発狂ですね。操作短縮と、攻撃力じゃねえわ、コンボ減少と、あとは、ま、ドーンときますよと。これで半分切るからね。で、ここはジンとラフィーネで対応させていきます。で、エレメンも、まあ、なんかついでに撃っちゃって。で、ここも T 字消ししながら、しっかり削っていきますよと。敵の属性が変わったので、もうだいぶ削りやすくなりましたね。まあ、ここ狙いだよね、もうもはや。敵の属性変わるの待ち。はい。で、こっから、最後ですね、これも。ギアステップ溜まってたので、全員エンハンスかけて、で、T 字消しして、はい、これで、終わりという感じですね。ということで、まあ、汎用性がだいぶ高くなったかなと思いますし、エレメンはね、やっぱ HP 強化とか、まあ、今後、弱化目覚めとかでも使える可能性もあるかなと思いましたね。まあ、サンドラは買える方は買った方がいいかな、武器とかも強いのでって感じです。はい、ということで、じゃあここからはね、代用解説のね、話をしていこうかなと思います。はい、ということでですね、今回は代用は役割は僕が口頭で言います。で、もう代用文字じゃなくてですね、もう PDC のこのキャラクターの画面上に出すような感じ。うん、これの方がどのキャラクターかイメージつきやすいかなと思ったので、まあ今後こうしていこうかなと思います。このやり方いいよって思う方はね、ぜひね、高評価押しておいていただければなと思いますね。あくまで役割の代用になってきますので、完全にここだけ入れ替えたら、もう大丈夫とかそういうのではないです。スキブ減ったり、タイプが違ったりとかいろいろあります。今回、神ドラゴンタイプ縛りだったりとか、ドラゴンマシンタイプ縛りだったりとか、まあ、この編成でいくならドラゴンタイプ縛りが必要になってきますので、ドラゴンタイプのね、不要武器が必要になるかなと思います。はい、ということで、ラフィネは、まあ、ルーレット対策、ま、あとは、火力枠になればいいかな、みたいな、まあ、感じですね。ルーレットと、あとは、色欠損を対策して、操作時間も上げてくれるような感じなので、闇焼きね、メリディス究極進化とノクタリアと、あとは、アムリネアって感じですね。うん、アキネがドラゴンタイプかな、この中だったら。まあそんな感じですね。ドラゴンタイプじゃないキャラクターにはドラゴンタイプ付与が必要になるかなという感じにはなっております。で、続いてですね、こちら、アマテラスドラゴンですね。アマテラスドラゴンに関しては、軽減と覚醒無効解除枠っていう感じになってます。なので、アリスだったりとか、ガイアだったりとか、ミルだったりとか、あとは、ウルトラマンベリアルだったりとかっていう感じですね。まあ、上はダメージ激減系をつけてあげると、またそれはそれで、さっきみたいにボスの発狂の対策ができて、いいのかなっていう感じになってます。で、次、アキネですね。アキネに関しましては、今回は、まあ、スキブ枠というところもあるんですけども、ダメージ無効貫通を2ターン継続してくれるような役割を入れてますよって感じですね。あとは、まあ、耐性埋めもできたらいいかな、みたいな感じにはなってます。なので、坂月とか、ゼローグ、木のゼローグ、誰だっけ、キシウマだっけ、君。はい。で、あとは、ドーナとか、イリエ君とか、今回ね、強化が入りました。花嫁フェノ、まあ、この辺花嫁フェノは結構火力枠にもなれるのでいいんかなとか思ったりしましたね。色が木だけ作らないですけど、まあルーレットから取り出してあげればいいかなっていう話なので、花嫁フェノは結構面白い性能になるかもしれないですねっていう感じです。冬持ちで火力は高いと思いました。続いてエレメイです。エレメイは暗闇耐性と、あとはまあ HP、まあ、暗闇は武器で補えるので、まあとにかく HP 盛りって感じですね。エレメイに関してはエンハンスとドロキョウ目覚めはまあなくてもなんとかなるんでね、なくてもなんとかなる必須クラスではないんで、なので HP 強化をいっぱい持ってますよっていうキャラクターを今回は採用しました。リュウメイだったり、パティだったり、アウズンブラだったり、あとは、クリボーだったりとか、ナビとヒムですね。はい、そんな感じですっていうところがいいのかなと思いました。もちろん他にもいるかなっていうところですね。
あと無効貫通に関してはですね、あれがいますね、遊戯王の、遊戯王のですね、ちょっとあれもいいなって思ったのがいまして、遊戯王のこれガンドラ、これもですね、無効貫通2ターン継続してくれるようなチーム HP 持ちの武器なので、まあ HP も補いつつっていうのでいいのかなとか思ったりもしましたよって感じですね。で、続いてこっからは武器ですね。武器ギアステップに関しましては、五色攻撃強化とか、まあ、火力を盛りつつの自身エンハンスか、フレンドエンハンスか全員エンハンスみたいな、とにかくリダフレを込み込みしたエンハンス枠っていうので、テオール武器で、電王武器でクレシャ武器、水アテン武器、ラビリルの光の武器、あとはディオの武器って感じです。これまあ自身エンハンスとか、この辺は全員エンハンスかな、この辺クレシャと電王、この辺は全員エンハンスだったはず。あとラビリルも全員エンハンスだったかな。はい、まあそんな感じになってくるかなと思います。まあとにかくドラゴン将軍を抜くのにリダフレのどっちかの火力で抜く必要があるのでって感じですね。はい、次テオールです。テオールに関しましては、まあ火力を盛りつつのドラゴンタイプ付与っていう感じになってきますので、まあ火力覚醒およびドラゴンタイプ付与があるような武器を採用しました。ラードラ光と、あとはバンドのイデアルで、このイデアルはバレンタインですかね。で、これティエラですね。ティエラとカイドウですね。で、あとはこれはハロウィンのスウォーという感じですね。左から5色、5色、5色のティエラから、4色、カイドウは7強で、スウォーは3色攻撃強化って感じになってます。で、次シャアですね。シャアは、まあ、スキブをね、多く埋めつつのダメージ激減って感じですね。なので、まあ、結構いいのはやっぱデューク渡辺ですね。これスキブ2個のダメージ激減です。で、陣作っちゃうけどもポルナレフの武器、これも一応、まあ、スキブ2個のダメージ激減で、これマジックザギャザリングのね、誰マジックザギャザリングのこれですね、セラの武器ですね。マジックザギャザリングのこれ、バインドスキブのドロキを盛りながら一旦ダメージ激減です。はい、ちょっと色を作っちゃいますけど、まあそんな感じの武器とか、これはドラウンジョーカーだっけ。はい、なんか新しく進化をもらいましたよね、ドラウンジョーカー。まあスキブ持ちの 80% 軽減です。まあこの辺とかで、これアカムトルムで、あとソフィーとかもうキラー、これ神キラーなんで闇採用しました。まあキラーとか刺さりやすいところ選べばいいんかなって思います。で、8連ガチャドラに関しては無効貫通2ターン継続、溜まっても継続しますよっていうので採用してみましたって感じですね。ミネルバ、ウルトラマンタロウ、メニット、シェリングフォード、あとはトーカと、まあスタープラチナ、ジョジョですね。はい、まあそんな感じです。次、サギリですね。サギリに関しましては、覚醒無効とかバインドも解除してくれるような武器で、毒貫通できたらいい。まあ、なるべく毒耐性補えたらいいかなって感じなので、ジョースケ、カーンですね。カーンです。イライザ武器と、で、ヒコボシ武器と、ミッキーマウスと、ドゥームですね。ドクタードゥームって感じです。左は毒貫通なんですけども、右に連れて毒耐性が減っていきますね。こいつに関しては3個しかないです。はい。っていう感じです。で、最後ですね、カーリーに関しては5色攻撃強化武器になりますので、結構何でもいいですね。ラー&ホルス、ギアステップ、で、今回もらってるダイヤの武器とか、ティエラの武器とか、この辺4色ですけどね。で、クシアの武器とか、これね、スタープラチナ、これ 50% 以上強化もありますので、今回 2.5 倍にね、上がってますから、2.5 と 2.5、6.25 倍、まあ、一応 HP 条件ありつつですけども、その辺が火力出るようになってるかなと思ってるので、結構いい武器かもしれないですね、この辺ね。はい、っていう感じになってます。ということでね、もし買ったよーって方はね、なんか高難易度とかでガチャドラと組み合わせて使ってあげるのがいいんじゃないでしょうかというところで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。